いよ日本ダービー。それでは予想したいと思います。どうぞ。勝ち馬は1枠がなんと5勝も挙げており、1枠1番がなんと3連勝を含む4勝と驚異的な数字を叩き出しています。その一方で15番から外が大苦戦。去年アドミラブルが3着に唯一入りましたけれども、デムーロ騎士も枠番を敗因の一つと挙げていました。そして4枠がサトノダイヤモンドの2着があるものの、30年以上1着はありません。また逃げ馬が苦戦しており、差し馬が比較的有利なようです。上がりタイムトップ3で8勝して2着4回と、最後の瞬発力勝負が問われることが多く、前走の上がりタイムトップ3も8勝して2着4回と好成績を残しています。そして前走青葉賞組とプリンシパルステークス組に勝ち星がありません。サツキ賞組が8勝2着7回と王道ローテとなっているということで、馬券に絡む馬のローテーションがだいぶ固定されています。毎日杯からやってくるブラストワンピース、弥生賞からやってくるダノンプレミアムと取り扱いが非常に難しくなりそうです。そして気になっているのが馬体重、460キロ未満となると負傷率が落ち込みますし、反対に520キロを超えても勝ち馬がいなくなってしまいます。調教後の馬体重はブラストワンピースが539キロ、ワグネリアンが460キロ、上位人気でもこの2頭はちょっと気になるところです。馬券の傾向はご覧の通りです。1番人気から3番人気まで9勝して2着も4回と上々の成績、5年連続して馬券に絡んでいます。展望動画でもお伝えした通り、エイシンフラッシュを除いて勝ち馬はほぼ1番人気から3番人気で最近は固定されています。2着に5番人気が多め、3着に7番人気から9番人気あたりが健闘をしています。ここ3年上位3頭は5番人気以内で収まっていて、3連単が2万円にすら届かない課題決着が続いています。しかし過去は5年続けて10万円オーバーがあったように、そろそろ穴馬も上位を伺っても良いサイクルに来ているのではないかと思われます。続いては印をつけた馬をピックアップ。本命はあらゆる条件が整いましたダノンプレミアムです。馬券に絡んだ馬はほとんど皐月賞や京都新聞杯、青葉賞組で休み明けで勝った馬は不採地コンコルドくらいなんですけれども、この馬にとってありがたいことは馬体が比較的フレッシュだという点です。皐月賞での消耗なしにここに来られることはプラスと捉えます。エタリオやエボカドーロなど今年4戦目や5戦目を迎える馬たちはさすがにここまで来るともうおついが少ないんじゃないかなとも思いますし、本命候補としたかったブラストワンピースやステルビオが軒並み曰く付きの枠に入ってしまいました。もちろん当日の落ち着きが重要なのは分かっていますけれど、鞍上の川田騎手にとってもダービーで1番人気のプレッシャーはもちろんありますが、皐月賞に出走できなかった悔しさも大きなウエイトを占めているはずです。厳しいマークをする馬たちを反対に引き離すサウジアラビアロイヤルカップの時のような直線になるように期待しています。対抗はこちらも高枠北のコマンドールです。皐月賞は一番外外に回して遠回りなところから4着ステルビオの花座まで迫りました。ダービーで一番厄介なのがデブーロ騎手とユルウェイ騎手の外国人コンビ、 JRA の騎手免許を取得してからというもの、デムーロ騎手は1着と3着、ルメール騎手はここ3年連続馬券圏内に来ています。騎手の方が毎年上半期でここを明治に持ってくるという状況にもありますから、差し売りとなると逆転もありそうで非常に怖い存在です。そして3番手がそのルメール騎手擁するステルビオ、この枠番が結構致命的なことになりかねない位置に入ってしまいましたけれども、
東京経験も豊富にありますし、今度は瞬発力が生きる舞台。さすがにバッサリとは切れませんでした。以下、バグネリアンはアンライバルドや当選スターダムなど有力馬をことごとく跳ねのけてきた大外8枠。ロスなく運びたいところなんですけれども、理想的なポジションはまず厳しいので思い切って評価を下げました。それでは開運です。今週はもう大息念を当ててお腹いっぱいです。引っ越し作業に専念しようかなと思っちゃいますが、せっかくのダービーですので、3連単1着固定の相手に紐穴が来てくれないかと期待しています。有力どころが結構外側に行ってしまいましたので、中枠内枠の先行馬にはチャンスが生まれそう。ダノンプレミアムは前半で作った貯金をうまく残して最後オフナジャー市場に持ち込めば栄光のゴールが待っているはずです。そしてそして、ソフトクリームちゃんの予想は週末土曜日22時からのそれ乗り競馬 TV で披露の予定です。ほんのワンコーナーしか出ませんので、皆さんがトイレに行っている間に終わってしまってるかもしれません。初出演で何回噛むのか、出演をしない私の方が心配ですが、どうか温かい目で見守ってやってください。そしてダービーウィークという大事な週にお呼びいただいた関係者の皆様に、この場をお借りしまして御礼申し上げるとともに、ソリノリ競馬 TV の MC ユーマさんと佐久間美代さん、慣れない状況でご迷惑をおかけするかもしれませんが、どうぞよろしくお願いいたします。時間がありましたら目黒記念の動画もアップしたいと思いますので、それではまた次回の動画でお会いしましょう。